立体 3D「蝶々の塗り絵カード」一体何を言っているかわからないと思われますがあっと目を引くカードで塗り絵を楽しみます蝶々の下絵で迫力満点アゲハの一番濃い紫から塗り始めます合わせてゴールド系で蝶々の女王っぽく塗ってみましょう画面上に丸い色指示がどんどん現れますので その順番で塗っていただいても、少し変えていただいても間違いではございません。影の部分は、薄く緑から黄緑で均等に塗っています。次に、普通の蝶々。こちらの色は明るく、元気な感じを目指しています。片側がお花のイラストなので、秋が来ず、どんどん塗れますね。 この動画は主に塗り絵教室で受講の皆さんに塗りの順番を知らせるためにお作りしています。最後に門帳、黄色鉛筆はクーピーペンシル12色。主にお教室にて色説明をする時に説明しやすい色数ととってもくっきり色鮮やかに仕上がるからです。 色塗りは完成です。次は組み立て説明です。お楽しみに。台紙用の厚めの紙、2枚を半分に切って用意します。お教室ではすべて用意いたしますので、塗ることに集中してくださいね。各用紙を半分に折って、さらに折り、イラストのようにします。 今回の 3D 立体カードは、キッズクリスマス用にもお作りしています。学童さん、子供会やワークショップにもお使いいただけます。図のように、糊で貼って、台紙の完成です。塗った蝶々をハサミで切っていきます。黒線の上を切るのではなく、2ミ、mm、リほど白い縁を足しながら切っていきます。 縁を作ることでうっかり切りすぎを防止できます。そして台紙に貼っていきますが、貼る前に仮置きしてレイアウトを決めましょう。畳めるようにするには台紙と蝶々の下を合わせるのがポイントです。一旦セロテープで仮止めするのもいいかもしれません。いかがでしょうか。うまく貼れましたでしょうか。 その後リボンやシールなどでプレゼントらしく立体型のシールをここに貼ることでカードを組み立てた時に裏の支えになり見栄えがよく立ち上がってくれますリボンはちょうちょ結びではなくリボン結びでお願いします私はいつもわからなくなり YouTube で教えてもらっていますたたんだり 3D 立体にしたり楽しむことができます 何気に結んだリボンもモンロ町の前で支えになってくれます。大変お疲れ様でした。